でしょ、世の中に。何こんなクズいねえよ、世の中に。でも片付けてんじゃないですか。何が、何が片付けてんだよ。人気なんかあるわけねえだめ、てめえなんかクソ野郎。どんどん出てけ、この野郎、うちを。クソったれが。こんなん片付けたうち減らねえんだよ、バカ野郎が。これなんだよ。今ね、ビニールもね、高いんだよ、買うとね。なんでもね、私なんて一回おろ抜けるんだからね、同じもんは同じもんで、このきちんと片付けて、重ねとけばね、一つになるんだよ。ね。なんでも一つになろう、きちんとすれば。うちやり方でね。頭使っていけるんだよ、人間は。でも片付けましたよ、僕。何が片付けたい？あんたの部屋片付けたうち減るかい？おじゃここまで片付けりゃいいだべ、てめえでやったやの。やろうが。こんだけゴミが出ましたからね。こんなゴミが出たくれでな、綺麗になる部屋じゃなかんべ。くだらねえもんべ買ってよ。こんなな、脱税とかな、おめえ。あの、こじきなんつうな、T シャツを買うんじゃねえよ、な、普段嫌いねえようなやつを。いち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 な、これじゃ片付けたら減らねえんだよ、これじゃ。もっときれいにしなくちゃ、自分の責任を持ってよ、なんでも。そうでしょ。当たり前だよ、あんた。これ何よ、めえ、一つあるけど、賞味期限はどこに書いてあんの。それだ、あの、みどりさんとかが来た時の、長瀞のプリン、あ、でも多分それ、食えるかな、いつのだっけ、それ。8月18 12日ってあるで。やばい、しかも常温だったからね。食えないかも、秩父プリン。いや、入れといてくれる、俺が食うから。これ大丈夫かな、常温。いいんだよ、死んでもいいんだから。お前みたいなクズ抱えて食えるかな、常温だよ、俺。あんたみたいなクズ抱えて、あの、生きてんだら死んだ方がいいから。結構です。大丈夫ですか、これ。あ、いいです。ね、蓋に髪の毛のくっついてるようなよた野郎だよ、食うもんに。もう絶対甘いと思うね。こういうの気持ち悪いよね。こういうの嫌だよね。しかも暑いから、夏だからね。髪の毛くっついてんだよ、蓋に。やっぱやめた方がいいって、乳酸。いいんだよ、私が食うって言ってんだからいいんだよ。いや、でもやっぱりやめた方がいいって。いいんだよ、置いとけゃ、入れときゃいいんだよ。だから、だからさ、吉江さんって本当捨てさせないからね、なんか食べ物。いいんだよ。でゴミとかは捨てさせるくせに、だってさ、賞味期限のさ、10年15年ぐらい切れた冷凍食品とか捨てようと思ったら超切れてたから。前、関係ねえよ、あんたみてにね、お人に金の迷惑かけねえよ、あんたみてに。かけたこと一度もねえよ、あんた。やっぱやばいよ、吉田、やばいってよ。いいんだよ、うるせえな、この野郎。向こう行ってるよ、この野郎。やばいってみんな言ってるよ。乳酸系は平気だっつんだよ。だみんなやばいって言って、俺もやばいと思う。俺いいんだよ、死んでもいいんだから。お前みたいなクズ抱えてね、やばいっすよ。いいんだよ、うるせえな。お前みたいなクズ抱えてね、生きてんだら死んだ方がいいんだから。だから捨てるよ、これ。いいんだよ、いちいち売っちゃったよ。だからやばいって絶対。向こう行けっつ。じゃあ今食ってよ、じゃあ今。いいよ。俺、これ絶対食えないと思うよ。癒してくんだからいいんだよ、うるせえな。あのちゃんさ、そんなことより片付けるよ、こういうこと。自分で。キーボードが2つあるから、どっか処分してこうよ。あそこに出しても持ってかねえっつうから。もう嫌だから、あんたがいると。もう嫌だよ、私。なんでこんなことやんなくちゃなんねん。ね、乳酸系はきついよ。うるせえんだよ。向こう行ってるわ、どんどん。吉井さんの方がうるさいっすよ。汚ねえんだからよ、これ髪の毛取れよ、あんた、蓋を。食うもんにこんな髪の毛の毛がくっついててよ。気持ち悪くねえかい、あんた。そうでしょ、これ毛だよね、気持ち悪い。食うもんの蓋に髪の毛で、あんた。話になんねえよ、もう。開いた口を塞がんねえよ、バカで。気持ち悪いわ。わし、気持ち悪いから。ここにね、ガチャガチャこういうとこにつけないでね。つければね、カップにぶつかればね、こういうあれだから、ぶら下がれるのが当然だから、そのぐらいの頭ねえかい、あんた。35になって。ガチャ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 入れやがってよ。置いといてもらったらよっぽどいいよ、あんた。親はいつまでも生きてねえかんね。こういうこと自分で全部片付けなきゃこのままだかんね、あんた。こんなバカじゃ世の中渡っていけねえよ。アマンさん、チョコバナナです。あんたみてえなね、クズじゃねえ、世の中渡っていけねえよ、人生。いや、プリン本当やばいって。うるせえんだよ、俺が食うからいいんだよ、人のこと。アマーちゃんさんから花火いただきました。おいがおいがおいが、アラブの石油王、ウィドゼ、ビルゲイツ、ソートワーク、ソマジゲーチュー、ありがとうございます。人
プリン本当にやばいらしいですよ。いいよ、やばくていいんだよ。俺は死にたいんだから、死ねないだけだから。いや僕知らないですよ。あ、いいですよ、死んだ方がいいから。吉田さんが食べてどうなっても僕知らないですからね。あんたみたいなクズパカできるんだら死んだ方が幸せですから。悪いけど本当に死んだ方が幸せですから。あんたみたいなクズ抱えて生きてるんだら死んだ方がいいよ。本当にもういらねえよあんたは。悪いけどあんたみたいなクズ抱えたくねえよ。いつまでも私も散々苦労して働いてさこんなクズがいるんだから。どうでしょう、金返せよ私に。いや返しますよちゃんと。おい悪いけどよ、電話代あと5万でよ、その後は税金も返してね、ずっと。わかりました。わかりました。どう？107万。税金返せよな。はい。私の金だから、あれも。悪いけど。税金って107万だっけ？そうだよ。あと自動車な。あ、そっか。いくらか俺が払ったからか。107万払ったんだよ。自分の生活の金を。そうか。金がねえんだよ、だから。年金持ってきちゃったから。うん。だから誰も。だから母ちゃんみんな解約してるよ自分のものは、うん、自分のものみんな解約してるよ。なんでも自分でよね、あ、買いたいもんも買えねえんだよ、こんなクソガキ持ってるから。自分のものぐらい買えなくちゃ、こんなの35のヨタ野郎抱えてるんじゃどうにもなんねえよこっちは。冗談じゃねえよ、プリン食って死んだ方がいいやんた。いやプリン食べないよじゃあ。いらねえよ、冷やしてから食うんだよおめえ。そんなもうさっとしてねえでよ、こういうものはな、片付けないだめてめえで、このクソガキが。よとやろう。あ、元気そうで、だって。誰が？吉井さんが。元気は口だけだよ、あんた。でも心は泣いてるんだよ。心は泣いてる。心は泣いてる。あー、まさんから花火。お前が、お前が、お前が花火の。セキュアウィドゼンビリゲイツ。ソフトバンク、サンバで。あれっすこんな予定やろうね。一旦じゃ生きてるねよ、人生。吉江さんにって花火が、まーさん。あと金くんねえもの。くれるかい私に。くれたことねえよな。自分で使うもんないつもな。乳酸品は捨てましょうってさやさんも言ってますよ。はい、乳酸品は。ああ私は死にたいから。乳製品か。大丈夫よ、私死にたいんだから。絶対やばいと思います、僕知らないですからね。あ、私自分の子嫌いだからね。こんなね、こんな35にもなってこんなグラス、こんなもの買ってくるバカだよ、次から次。こんな、こんなおめマイメロなんて、こんなバカげなもの。吉田さん、みどりさんいるじゃん、俺んちにも来た。みどりさんがまた、あの女と喧嘩して、なんか警察呼ばれたらしいです。なんか自殺するとかって、あの女が、なんか線路飛び込もうとしたのかなんだかで。聞いたよ、この間。で、なんか配信してたらしくて、警察呼ばれてらしいよ。いいじゃないの、そういう人と付き合ってんだから。あんたもそうなんだ。関係ねえよ、俺も。私は。こんな他人事みたいに、俺ん家にこの前来たのに。だから、あるなんか関係ねえよ。あるに金取られて、人から金踏んだくってよ、めった。人のおめえ、生活費107万も払ってよ、税務署に。その他の自動車は40万だよ。ほんで分割で払うって30万だよ。その他おめえあれだんべ、電話代12万4千だよ。電話代を今なしてるだけだよ。あとはなしゃいねえよ。そうでしょ、役場払ったら200万はいいよ、町のだから。でも税務署は私関係ねえから、私に所得があったわけじゃねえから。そうでしょ、なしてねえ。イエス。こんな優雅な顔してねえでくれ、本当に。こっちは死ぬ前になしてよ、あんた。もうそろそろ死ぬから。冗談じゃないよ、あんた。あんたみたいなクズ抱えたんじゃどうにもなんないよ、私。自分が具合が悪い。例えばなんか、朝倉未来が YouTube で、そんなこと関係ねえよ。なんか祖父たちになんか100万ずつ渡してたけど、俺は逆に親から100万取るっていう。それで税金を払うっていう。親に100万円を渡す朝倉未来、そして親から100万円を取る俺っていう。朝倉未来がなんか3日
3日ぐらい前の動画かな、うん、私はこの 1年間2年間であれだいな計算したらよ400万の金使われてるよあんたに。ムカつくよね、使われてるよねその一部のね4分の1が R 言ってるんだよ、ムカつくんだよ。なんでそうでしょ、人から200万をね、あ400万取ってよ。それは別に別のあれじゃないですか、別っていうか人から400万もさ2年間で取ってよ、200万ずつ使ってんだからよ私だって金がねえよおめえ、自分のみんな解約しておめえ今詰めて暮らしてんだよあんた。そうでしょ、だから今医者の薬とあれなんべデイサービスしかしいらねえでよ、みんな詰めてんだよこれで税金は上がっちゃうしさ。俺じゃあ よかったね、でもあのデイサービス楽しいんじゃないですか、楽しいって言ってじゃないですか。楽しいけどさ、あんたみたいなクズのとこは帰ってくるのは恐ろしいよ、またまた現実に戻るから。ヨタ野郎がいるとムカつく。ヨタ野郎大好きなマサさんが来ましたよ。あ？マサさんが、マサさんが来た、どこへ、どこ来た、この顔じゃない、ちょっとこんなこの顔でこんなあれじゃ嫌だね、私長い髪が好きだからさ、かわいそうよマサさん、私苦労ばっかりよマサさん、この子抱えてさ涙が出ますよ本当に、ね、だからこれプリン捨てた方がいいっすよ。まあいいのよこれ、本当に捨てた方がいいと思うよガチで。吉江さん、いいんだよ、いやこれマジでこれやばいって、もうだってもう常温で、だって夏場だよ、しかも夏場にだってもうだってみどりさんとか来たのいつよ、もう1ヶ月ぐらい前じゃない、あれあんたそうにね無駄にするんだよ、いや1ヶ月以上前じゃないか、もうあれどうしたの、やばいって絶対自分で買ってきたの、いやあれだからその企業のお金よあれ、だからそのさっきっていうか前言ったけど、そのドワンゴが経営してるニコニコ動画をやってるのがドワンゴっていう会社なのよ。でそこの子会社がガジェット通信っつって、そこの一応なんかギャラもらって番組出たわけよ、その公式配信みたいなの。でそれでなんか長トロ来るっていうその番組で旅部っつってね、でそれであのそこのガジェット通信の経費で買ってもらったプリンです。金を無駄にしちゃダメなんだよ人間は、みんな骨を折って。あ、クマちゃんありやす、私なんて骨の折り通しだからね、本当にねあの古いもんから古いもん食べて絶対無駄にしないから、ね、ドワンゴまだあるでしょだからみんなドワンゴをバカにしがちだけど、少なくともふわっちの会社よりかは全然あの規模大きいっすよ一応ちゃんと上場企業ですからね。私も大変なんだよあんたのお金でね、1年間200万も取られちゃとてもじゃねえけどね、親もたまったもんじゃねえよね。そうでしょ、ほんで自分じゃ贅沢してさ、毎日外食行って、あの車に乗って外食してさ、別に毎日じゃないですよ、普通にカップラーメンとかも食っとるわねえ、毎日外食してないわ、ゴミ片付けるよ早く。吉田さん、なんとなくのイメージで言うのもやめてもらえる、外食することもあるけどカップラーメンとかだって結構食っとるわ俺。大体においてね、別に毎日外食してないわ、大体においてこんなカップね35歳の人間が買わねえよ同じものバカじゃねえかと思うよあんた、こんなバカ35歳でこの1億くるであんた、こんなカップ3つも買わないでしょ普通の人間は。セーラームーンのやつなんだよ、ちょっとどいてくれるか、片付けるから。これセーラームーンのやつなの、ムカつく、セーラームーンだかなんだか知らねえよ、てめえの頭がセーラームーンだべこの野郎どうにしまうか分かんねえてめえの頭がセーラームーンってどういう意味だよ、だどうにしまうか分かんねえんだよ、しまい方がどうにやってしまうんだよ、こっちに全部持ってくるんじゃねえよ、てめえの部屋置けばいいじゃんべこのクソ野郎、どうにしまうんだよ、こんだけこういうとこに出すとこに嫌いなんだよ私、今そこぐちゃぐちゃだけど、私はその西散らかしとくん嫌いだけど、足が悪いからそこで薬とかみんなやってるから、治ればそこをきれいにするんだから、物をぐちゃぐちゃ置くん嫌いなんだよ私、人生ねえ、こう見えないように置かないと気持ち悪いよね、いろいろ突っかかってしまう、ほら突っかかっちゃうんだよ、どうにしまってあったん、
シモが持ってったんだからしまい方わかるわけだよね。どうにしまってあったのこれ。じゃあほら俺の部屋に結構あの置いとく癖があるから、だからあの一気に持ってきたからさ。今しまい方がわかんねえんだよ、いっぱいあってここに収まってないと嫌なんだよ。なんでも私なんかね、この青いね、これをね一回ねあれだよ、詰めるために同じ器こう重ねといて、このままパッサラパッサラ打ちやるんだからさ、こうちょっと散らかって見えるけど同じ器こうに重ねりゃ一つになるんだよね。ほんでこういうのは一つかいいの。これだって金だからね、あんた今あんたここにぐちゃ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 入れたらこれ金打ちやるようなもんだよ。あんた同じもんは同じもんで重ねりゃ少なくなるんだよ。なんだそうでしょ。だしね、ちょっと待って、スマホとか持ってこよう。ようとやろうが、こんなものはねこうか畳むんだよ。こうやってね畳まなくちゃダメだよね。どうしようもないよね。頭にくるわ本当に、この子はね、どうしようもね、人間本当にクズだからね。何やってもクズでね、私呆れてるからもうどうにもなんないよこの子じゃね。どうしようもない、こんなバカ野郎じゃね、どうしようもないよ。もう疲れたよね、疲れちゃった。